皆さんこんにちは。こんにちは、今日はワルツのヒンジからナチュラルピボットの踊り方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。0、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、0、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、一度踊らせていただきました。今回のこのヒンジからナチュラルピボットですね、多くの方がですね、ワルツとかスローのようなスイングダンスでよく使うと思います。場所はですね、だいたいフロアの真ん中あたりで踊ってコーナーに抜けていくという方が多いと思うんですけど、ヒンジという、変わったポジションですね。とても簡単に言うとセイムフットの逆バージョンみたいな形になって、ナチュラルピボットに行くので、どうしてもポジションを気にしすぎたり、形を気にしすぎたり、回っていくタイミングを気にしすぎたりすることで、よくバランスを崩してしまう、お互いのタイミングが合わないということがよくあると思います。まずはじめによくある症状っていうのをお見せしたいと思います。0、2、3、1、2、3、ここから2人のタイミングが合わないという状況がよくあると思います。0、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、今ご覧になったように、踊りでですね、ヒンジまではなんとかできるんですけども、その後のナチュラルピボットが崩壊してしまうっていう方がよくいると思います。今回このフィガーでご紹介したいことっていうのは、男性と女性ともにあるんですけども、まず男性の方は、意外と待ってあげましょうねっていうのが一つ、そして女性の気をつけなきゃいけないところっていうのは、ピボッティングアクションについて、気をつけてくださいっていうところが、2つ目のポイントになります。まずはじめに男性の気をつけるところから説明したいと思います。先ほどお見せした、あまり良くない、よくやっちゃう症状の原因の一つとしては、男性がそのヒンジが終わった後のナチュラルピボットの時に女性を待てないっていう症状がよくあるんですね。もう一度あまり良くない症状をお見せすると、ヒンジが終わりました。はい。ここから、ナチュラルピボットに戻るんですけども、ここから男性は女性に対してこっちに進んでよとリードするときに、どうしても自分の体を先に進めてしまうんですよね。こういう状態ですね。このように自分だけ行こうとしてしまった結果、女性が先に行かれる感じがしてうまく回り込めないというような症状があります。今回、ワルツでご紹介しているんですけども、男性はこのヒンジからナチュラルピボットに行くときに気をつけていただきたいことっていうのは、ポイント一つなんですけど、男性の足型の歩数と女性の足型の歩数が違うので、男性の方が少ないんですよね。なので女性の一歩分をどこかで待ってあげるっていうことが必要になります。なので男性はヒンジが終わって、女性はピボットに入った時に一歩回転して、二歩目もピボットで3、4と最終的な形になるまでに4歩あります。男性はヒンジが終わった後、今左足に乗ってるんですけども、ここから一
歩、2歩、3歩でステップが終了します。今ご覧になったように、男性と女性で歩数が違うので、男性は女性の1歩分どこかで待たなきゃいけないんですね。で、その待つ場所っていうのがヒンジが終わった後の一番最初の動きになります。どういう形かというと、ヒンジが終わりました。ここから女性が、ちょっと離れると、女性が今左足に立ってるんですけども、右足に一歩ステップする、この前の足に一歩体重移動するのと、男性のこのヒンジが終わった後のこちらの足ですね、こちらの足、かかとのバランスでつま先がこうグリッと内股になってあげる行為が一緒になってあげると、4歩分の役割をします。なのでもう一度やると、ヒンジが終わりました。ここからカウント1の時に男性は左足に体重を残したまま内股、女性は右足にステップをしてあげる、はい、この動きがとても重要になってきます。これが合うと1歩、2歩、3歩、4歩というふうに最終的に歩数が合うような感覚になります。男性だけお見せするとヒンジに入ります。 1,2,3 という形になります。 1,2,3 はい、今のが男性の気をつけるところなんですけども、もう一つ気をつけていただきたいところっていうのがネックになります。はい、ネックになります。先ほども少し言いましたが、男性はナチュラルピボットに行くのは思っているよりもゆっくりです。後の方になります。なので先ほどのこのヒンジに入って左足のグリっていうのができたとしても、顔がどうしてもナチュラルピボットの方に行ってしまうと、やっぱり女性は踊りづらくなってしまいます。なので男性はヒンジが終わった、はい、女性が今左側にいる状態になります。ここから自分の体の前を女性が通過するぐらい待ってあげるっていうのがとても重要になります。なので左足のグリっていうのをやりながらも女性が前を通過するのを待ってあげる、今であれば僕はこっち側の景色をずっと眺めとくというような感覚になります。あまり良くないのもう一度やってみます。 1,2,3,1 はい、続いて女性の注意点というのを説明したいと思います。女性は先ほど説明した通り、やはり歩数が多いパートになります。で、それはなんとなく理解しているし、ヒンジが終わった後回り込まなきゃいけないっていうのも分かっている人は多いです。で、そこでよくやっちゃうのが、ヒンジが終わった後、はい、こういう形になってます。ここから、女性は左足から右足に体重移動しました。体重移動した後、男性によく回り込めと、はい、ナチュラルピボットスピンだから回り込めと言われて、胴体を使わずに、はい、胴体を使わずに、今であれば左足を男性のこっちにまたげとか、はい、向こう側にもっとこっちに回り込めって言われるから足だけ行ってしまうっていう行為をしてしまうと、頑張っているけども違うって言われます。踊りづらいっていうふうに言われる可能性が高くなってしまいます。この時に女性に必要になってくるのは、確かに向こう側に足を出さなきゃいけないのは合っているんですけども、足でやるんじゃなくて胴体を先に使ってから足を結果的にその方向についてくださいねっていうのがとても重要になります。一度お見せすると、ヒンジになりました。ここから男性は先ほどの左足ですね、こういうグリっていうのを入れながら女性を、
右足に進めてあげます。この時に女性は一歩ステップしたらピボッティングアクションというのを行ってください。ステップした反動で、はい、今のように半回転を行ってあげるというのがとても重要になります。そうするとこちらの左足がそんなに頑張らなくても男性の後ろ側に回り込むことができる環境が作れるので、はい、このピボッティングアクションというのをうまく利用してやってみてください。あまり良くないのはそのピボッティングアクションしないでとりあえずたくさん行かなきゃいけないからとヒンジが終わった後2歩進んでしまうっていう症状になります。一度お見せしたいと思います。0 2 3 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今の女性の、ヒンジが終わった後の右足ですね、右足に乗った瞬間に、グリッとピボッティングアクションを入れているか入れていないかでその後のナチュラルターン、ナチュラル回転ですね、はい、右回りの踊りやすさがだいぶ変わると思うので、意識してやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はワルツで、ヒンジからナチュラルピボットの踊り方について説明させていただきました。重要になってくるのは男性の左足のグリっていう行為と意外と待ちますよっていうポイントがまず男性に2つ、もう一つは女性側ですね、右足に乗った時にピボッティングアクションを起こしてヒンジからクローズに変わった方が踊りやすいですよというのが、ポイントになってきます。今回のこのアドバイスは、対策の一つの例にしか過ぎません。もしかしたら、別の原因で踊りづらいことがあるかもしれないので、研究して練習してみてください。それでは皆さん頑張ってください。